どうも、レウンゲーム TV です。今回は、オリンピック開催中にやっておきたかった、マリオ&ソニック、東京オリンピックの小ネタ集をお送りします。100メートル走など、陸上系の種目の競技中に、後ろの観客席をよく見ると、ソニック、マリオ、ヨッシーが出場しているときは、ちゃんとその3人の旗が上がっており、テイルス、ワリオ、クッパが出場しているときは、その3人の旗に変わっているなど、出てくるキャラによって、ちゃんと後ろの客席も細かく変化している。作り込みがすごい。競技の一つ、水泳のキャラ選択画面。キャラクターたちが水着を着たり着なかったりしていますが、よく見ると全キャラの中で唯一ソニックだけがライフジャケットを着ている。これには理由があり、実はソニックは水が苦手で泳げないという公式設定があり、その設定の都合上、ソニック一人だけがライフジャケットをつけているようです。細かすぎる。ちなみに、水泳がスタートするとき、全員が飛び込みの姿勢になりますが、ソニックだけ水が苦手なため、ビビって身構えている。かわいい。さらに、泳ぎ方も他のキャラとは違い、犬かきっぽい、おぼつかない泳ぎになっています。ちなみに、このゲームは1964年の東京五輪にちなんで、レトロなドット絵モードでも遊べるのですが、ドット競技の一つ、高飛び込みをプレイしたとき、回転を重ね、演技は続きます。素晴らしい演技、結果が楽しみです。通常はプールに浮かびながら結果表示画面になるのですが、ソニックでプレイすると、はあはあ、これはいい姿勢、演技は続きます。これはコート、演技は続きます。美しい演技でした。水が苦手なので、ここでもものすごい速さでプールから出るという徹底っぷり。ドット競技の一つ、走り幅跳び。どうだ。ここで普通に飛ばずに真上に向かって垂直に飛ぶと、勢いは十分、上がりすぎた、伸びませんでした、穴に埋まる、シュールすぎる。このゲームのストーリーモードは、東京の街が舞台になっており、渋谷のスクランブル交差点や、浅草の雷門など、東京のさまざまな名所を歩き回ることができます。よく見ると、スカイツリーの建物の中まで忠実に再現されていたり、お台場のスポーツクライミングの会場の後ろに、ダイバーシティらしき建物がちゃんとあったり、国立競技場の客席のデザインがちゃんと実際のオリンピックに忠実になっていたりと、マップの至る所が実際の東京に忠実に再現されているのがわかります。ストーリーモードのワールドマップは、東京周辺の街が再現されたジオラマのようになっています。よく見ると、街の中を電車が走っていたり、東京駅や日本武道館の周辺にちゃんと皇居っぽいものがあったり、たまに飛行機が上空を通ったり、有明の付近にレインボーブリッジっぽいものがあったり、そして山梨の方角へ行くとちゃんと富士山がある。いろいろと細かすぎる。以上、マリオ&ソニック東京オリンピックの小ネタ集でした。